玄関に財布あるから。はーい。この転校をきっかけに、この転校をきっかけに、今日から俺は。どうぞ。あ、いや大丈夫です。なんだあのうざって野郎が。はい、いらっしゃい。どのようにします？よし、行くぜ。金髪にしてバリバリのパーマかけてください。あ、うん、ん、逆に、ん、君学生さんだよね。はい。学校に怒られるでしょう。あ、転校生なんで大丈夫っす。ああ、転校デビューだ。違います。今日から突っ張りっす。今日から突っ張り。そうなんすよ。いつの間にか突っ張ってるのとは違ってですね、こうある日突然こう突っ張ろうと決めて突っ張ることを今日から突っ張り。もう一回言いますね。今日から突っ張り。そう、初めて聞いた。今日から突っ張りか。そうなんすよ。でも喧嘩とかしたらダメだよ。学校のてっぺん取るとか言って、もともと番長だった百獣の王的なやつに喧嘩売ったり、そういうのダメだからね。ほんといろんな人に迷惑かけるから。今日から俺は、今日から俺は。え？調査のレベルが違うんだよ。教室のレベルが違うんだよ。いや、すげえかっこよく言ったけど全然かっこよくないよね。ヒーローのセリフではないよね。おい、こんなところで何してんだよ。あの大ボスゴリラ来る前にさっさとずらがるぞ。もう動けねえ。京子ちゃんと明美ちゃんは逃がすに。